をキャッチしました。今回はこの新型空母と大型輸送艦について詳しく見ていきますね。もはや韓国の動きは北朝鮮ではなく日本と思われる計画が次々と出てきています。気をつけてみる必要がありますね。いつできるかわからないですが、新型コロナウイルスの流行もあって2020年末の予定が遅延していたが、およそ半年ほど置いた202年16月に韓国海軍の独特級強襲揚陸艦の2番艦であるマラドが就役を迎えたことが一斉に報じられた。このマラドについては微妙に食い違いのある様々な諸言地が散見されるが、ここでは韓国軍の公式の広報誌である国防日報に記載された数値をベースとして記述してみようと思う。それによればマラドは満載排水量19,000トン、全長 199.4メートル、全幅 35.4メートル、最大速力23ノットで、乗組員はおよそ300人、全通飛行甲板では5箇所で同時に艦載機の離発着が可能とされている。一部では、このマラドも、日本の海上自衛隊の護衛艦、出雲、や、加賀、と、同様に、飛行甲板に耐熱処理を施し、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする可能性も指摘されている。しかし、マラドの飛行甲板は、F-35 ライトニング 2B 型の高温のジェットエンジンの排気熱、炎に耐えられるものではなく、大型ヘリコプターかオスプレイ等の輸送用航空機の搭載が限度となる模様だ。ヘリコプターであれば、その機体のサイズにもよるが、マラドは最大で約12機を艦載できるとされており、ウェルドックに収容可能な大型のルスフィ型やクッション型揚陸艇2隻とともに、揚陸能力を獲得している。ちなみに、韓国海軍では、1番艦のドクトを含め2番艦であるマラドも大型輸送艦と呼称しているが、世界的に著名なイギリスのジェーン都市艦によれば、同艦らはドック型輸送揚陸艦の範疇に分類されている。こうした艦の呼称への配慮は、主として中国に対する政治的な忖度が根本にあると考えられており、その意味では、ある種、日本が自衛隊の艦艇に対して行っている行動と似た要素があると言えないこともないだろう。さて、マラドだが、一番艦で、ネームシップのドクトの就役は2007年であったため、実に14年もの歳月の隔たりが存在し、きれゆえに、兵装面やレーダーセンサ類は刷新されたものとなっている。股間防御用の兵装としては、ドクトは米独共同開発の近接防空用ミサイルリム116の21連装発射機を1機及びシウスとしてオランダ製のゴールキーパー 30mm バルカン砲を2機搭載していた。これが今回のマラドでは、近接防空用ミサイルは4セルの KVLS 内に国産のヘ軍艦対空ミサイルを採用、シウスもアメリカ製の 20mm バルカン砲であるファランクス2機に変更されており、近代化と国産化が図られている。ゴールキーパーは発射速度が毎分約4200発、射程距離約 2000m、 蛍光弾数1190発で、ファランクスは発射速度が毎分約4500発、射程距離約1500メートル、蛍光弾数1550発と 10mm の口径の違いが諸言にも伺える。アメリカをはじめ、世界20カ国近くの艦艇で採用されているファランクスに対し、ゴールキーパーは4カ国ほどに過ぎず、そのために倍近いコストで、かつ、本体が大きく重く、
甲板への設置に大掛かりな工事が必要で、甲の重心にも影響があった。一方で、近接防空用ミサイル、リム116を代替した、4セルの KVLS から運用される、ヘ軍艦対空ミサイルは、前者の有効射程距離が約 10km であるのに、比して倍となる約 20km とされ、能力が向上したようにも見える。しかし現在の対艦ミサイルは、日進月歩で、高速化を続けており超音速が、デフォルトとなりつつあり、リム -116 のように、発射機から、それらに直進できるミサイルと比べ、一旦垂直上昇して、進路を変えるために、どうしてもタイムラグが生じる。このタイムラグは、敵の対艦ミサイルの速度が速ければ速いほど、致命的な欠陥となり、それらのミサイルを迎撃できる可能性は、著しく低下すると、指摘されており、本来の護艦防空任務を全うすることは困難だと見られている。すでに、アメリカや中国の海軍艦艇では、有効射程距離を 40km ほどまで延伸した防空ミサイルを装備しつつあり、韓国が国産化を喧伝し、マラドへの搭載を優先させた、ヘ軍艦対空ミサイルの脆弱性は明らかだ。ちなみに、この近接防空ミサイルは、海上自衛隊の護衛艦、出雲、加賀、では、シウスである、ファランクスの 20mm バルカン砲を、11連装のリム -116 に換装したものとしており、有効射程距離は 15km と長くはない。ただし、リム116の防空ミサイル本体は、マッハ 2.5 の最高速度を誇り、前述のように、目標に対して水平に発射されるため、迎撃能力としては、決して低いものではなく、韓国が、ドクトからマラドでそれを廃止したのは、大きな誤りだろう。話を、韓国のマラドに戻せば、同国は、これらの艦艇の建造技術をの蓄積をもとにして、航空機、上陸用舟艇の揚陸能力に加えて、F-35 ライトニング 2B 型の運用能力をも付与した、新型の大型輸送艦の検討を進めている。これは、マラドを含むドクト級強襲揚陸艦の排水量を 50% ほど拡張して3万トンクラスとし、いわばアメリカ海軍の強襲揚陸艦を小型化したような艦艇だとみられ、それらと同様に、軽空母的な運用を目指すものだ。しかし、近年韓国では、その艦艇から揚陸機能を省き、3万トンクラスの純粋な軽空母として建造する方向に転換した模様で、2020年10月には、韓国最大手のヒュンダイ重工業が、その概念の設計を受注し、本格的な空母建造へと踏み出している。この空母建造系は、CVX 計画と名付けられ、実際の建造の受注には、前述のヒュンダイ重工業に加えて、実質上は、その傘下でもアルテウ造船海洋が名乗りを上げており、この2社によって最終的な受注競争が行われるとみられる。これにあたり、ヒュンダイ重工業にはイギリスのバブコックインターナショナル社が、テウ造船海洋にはイタリアのフィンカンティエリ社がバックで技術支援を行っており、この両社の代理戦争の様相も呈してきている。バブコックインターナショナル社は、イギリス海軍の最新鋭航空母艦であるクイーン・エリザベス級を手掛けた企業であり、2021年6月、韓国のプサンで開催されたマデックス2021で、スキージャンプ方式の発艦装置を備えた模型を開示した。ここでは、テウ造船海洋も、イタリアのフィンカンティエリ社からの技術支援を仰ぐことを明かし、イタリア海軍で建造中の同社が手掛ける強襲揚陸艦、ドリエステと同じく、スキージャンプ方式は、
未採用の案を示していた。テウ造船海洋が提示した鑑定案は、満載排水量で4万5千トン級であるとされており、これよりも、大柄な船体を持つヒュンダイ重工業案は、基準排水量が3万トン級と表現されているが、容積的には確実に上回るものとみられる。ヒュンダイ重工業案では、艦艇の全長はおよそ270メートル、全幅も60メートルもあり、前述のようにスキージャンプ方式を採用しつつ、カタパルト運用も視野に入れており、その際には、スキージャンプ台の撤去とアングルドデッキ化も可能という。カタパルト運用にまで至れば、現行運用中のアメリカ、フランス、そして現在建造中と、おぼじき中国に続く世界で、4番目の空母保有国に韓国がなる可能性もあるが、これはいささか眉唾ものだと個人的には感じられる。